武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鹿児島大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、大問3題で時間が90分という形になっており、言語間それぞれ1題ずつ出るような形と、なっています。で、設問の特徴としては、記述量がかなり多いです。説明内容説明問題、ですねが、100字を超えない、50字から100字程度のものが、数題程度、と、100字を超えてくるようなものが、1題、出てくるような形、150字記述が多いですね、が現代文で多く、書き取り、漢字の書き取りも出てくる形となっています。で、古文に関しては口語訳や内容説明、などの問題が中心で、漢文問題も口語訳、書き出し文、内容説明などが中心となっており、言葉の意味などを聞いてくる問題もありますが、比較的、記述論述さえできていれば十分対応できると、そういう意味で、センターの勉強などが終わった時点で早い段階で、記述対策しっかりやっておきましょう。難易度がそこまで高いわけではないので、国公立標準問題集、キャンパスなどやっておけば十分対応はできますが、ただ、現代文に関しては、それをやる前に現代文読解の開発講座などやっておいたり、入試漢字マスター1800プラスなので漢字の練習もしておきましょう。で、国語で点を稼ぎたい場合は余裕があれば得点ダッシュの、現代文、古文、漢文など、やっておいて、論述練習、に関して少し強化しておくと、かなり余裕を持って、取り組めるかとは思います。問題が難しい、簡単に関わらず、そもそも記述をすることができるかどうか、っていう部分が非常に重要になりますので、ここの、勉強を心がけておいてください。国立の中でも知識問題というよりは論述力を試される試験なので、論述の対策を最優先でやるというように心がけてください。以上が国語の勉強となります。